こんにちは、プランツマンです。今回はスリーシスターズ農法として枝豆、かぼちゃのバターナッツと一緒に栽培していたトウモロコシの収穫です。これまで泡の名画から守るため防虫ネットで囲ったり、融水を切ったり、鳥対策として糸を張ったりと、夏野菜の中でも手間のかかったトウモロコシでした。スリーシスターズ農法とは、古くからネイティブアメリカンに伝わるアメリカの伝統農法で、トウモロコシ、枝豆、かぼちゃを一緒に育てるとお互いを助け合いながら成長が良くなるコンパニオンプランツの起源ともいえる農法です。これを僕の畑に取り入れてみての感想や、栽培を通して良かったところ、改善点なんかも紹介していきます。次のトウモロコシ栽培のヒントやアイデアもお届けしますので、ぜひ参考にしてみてください。それではどうぞ。はい、では早速トウモロコシの収穫やっていきましょう。で、これが僕が育てていたゴールドラッシュで、収穫の見極めの判断基準としては、もうヒゲが茶色くなっているということが、これ受粉完了のサインです。で、こう手で触ってみて、実がしっかり詰まっていれば、かなり収穫時期です。で、一番難しいのはですね、やっぱこの先端、ここを実でぎっしり詰まらせるのはなかなか難しい。心配な方はこうめくってみてください。そうすると中の状態が分かります。まあ結構、うん、できてるね。うん、結構根元の方まで割と白い。でも、うん、でこんな感じで確認することができます。で、まだヒゲが新鮮でまだ大丈夫そうだなっていう時は、もうちょっと待ちたいなっていう時は、これをもう戻してあげてください。抜いた皮をこんな感じで、でしばらく様子見ると、で、だいたいヒゲが出てきて20日から25日ぐらいが収穫適期と言われています。収穫するときは必ず天気のいい日、そして朝にやるのがいいでしょう。朝収穫するのが一番甘いみたいです。プランツマンの2年目のトウモロコシ栽培、どうかな。ちょっと記念すべき1本取ってもいいですか。どうぞ。もう取り方はこう、本体を持ってこの実を下にポリンといってください。そうすると簡単に取れます。おー、いい音やった。泡の名画がもし今年も僕のトウモロコシを食っていたのなら、こう開けた時にですね、はっきり分かります。ちょっと怪しいけど、うん、どうかな。ちょっとだけ穴は開いてた。穴開いてた。ちょっとほら、これ、うん、ちょっと怪しい、怖っ。どうかな。見えてきた。すごい、何層にも。おお、でも、うん、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。食べられてないんじゃない？うん。いいんじゃない？かわいい。え、今年成功じゃない？じゃーん。かぶりかきしたい。2年目のトウモロコシ、なんと1本目はなかなかの粒ぞろい。おいしそう。うまそう。よかった、泡の名画やられてない。で、もし泡の名画やられてたら、もうここにいます。完全に食べてたね、去年。そう、食べてるで、絶対いるで、わかります。でも今年は1本目、なかなかの出来、ありがとう。ありがとう。イエーイ。いくぞ。株元持って下に。お、上手。穴は開いてない。穴開いてないね、綺麗。抜け穴。あ、抜け穴、うん、すごい。でもできてる、できてる、ちゃんと。でも食べられてないな。うんうん。で、この粒入ってないのは、これ受粉がしっかりできなかった証拠です。で、このヒゲ一本一本がこの実につながってるわけなんですけど、しっかりまんべんなく受粉できると、これがびっしり
詰まることになります。これね難しいよな。うん、泡の目が対策してるとどうしても融水を切ることになる。なかなか受粉のタイミングに合わんかったり難しい。難しいよね、うん、まあ、これはこんな感じ、まあ、粒もちょっと薄いな色が。トウモロコシ栽培のポイントは2つあります。泡の目イガから守る、別の株にしっかりまんべんなく受粉させる。簡単なようでこれが本当に難しい。その理由は2つあります。まず1つ目は受粉です。有水の花粉マックス状態と死水のヒゲが揃うタイミングが合いにくいからです。同じ日に種まきしても成長スピードは違うもの。有水の花粉マックス状態はせいぜい 2,3 日です。それ以降は乾燥が進んでカリカリになってしまいます。こうなると有水の花粉効果はほぼなくなってしまいます。そして2つ目は泡の目イガ対策です。防虫ネットは必須アイテム。種まきしてからすぐに防虫ネットで守るのがいいでしょう。僕は有水が出てくるタイミングで慌てて防虫ネットをかけましたが少し遅かったようです。食害されてる株や有水がたくさんありました。そして泡の目イガは有水につられてやってきます。その対策で有水を切ってしまうんですが、これも受粉を難しくさせる理由の一つになっています。この2つを攻略するために今回気づきました。防虫ネットで隔離して密植栽培がいいんじゃないか。簡単に言うと種まき後から防虫ネットの中で隔離して密植栽培です。貴重な有水を切ることなく泡の目イガから守り続け、死水のヒゲとタイミングが合うように単純に有水の頭数を増やすことです。簡単なようで難しいトウモロコシのこれらの栽培ポイントは実は難しいようで超簡単なことで解決できるかもしれません。次のトウモロコシ栽培はこれを試してみようと思っていますが、私たちこんな方法でやっていますとかアドバイスありましたらコメントぜひお待ちしております。そしてこの日スリーシスターズ農法でトウモロコシと一緒に育てている枝豆も収穫しました。病気とか全くなく極上の枝豆がたくさん取れました。枝豆は種まきした後に鳥に食べられないように不織布かけただけで本当何もしていません。これもスリーシスターズ農法の効果かもしれません。枝豆はトウモロコシとカボチャに窒素を供給する代わりに支柱となってもらって助け合いながら成長が良くなるとてもいい組み合わせなんです。さあこんな感じで今年のトウモロコシと枝豆の収穫完了。そして収穫後は株元部分は残し、あとは刈り取っていきます。そしてこれらを堆肥ボックスに積み重ねておきましょう。こうして残砂なんかを堆肥化させて土作りに使うことで循環サイクルが出来上がります。こちらがスリーシスターズの方で植えてた今年の僕のトウモロコシ、そしてスリーシスターズの方の枝豆、これもしっかり初めてですけど取れました。もう超簡単、何もしなかったです。ぜひ皆さん枝豆もトウモロコシと一緒にやってみてください。でですね、はい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 、できました。今年のトウモロコシと初めての枝豆、そして男爵芋、そしてキュウリ、
で、こっちは玉ねぎと豚肉のあえたやつ、全部うちの畑、ありがとう。嬉しい。で、トウモロコシ楽しみにしてたんで、じゃあ食べてるのどうぞ。じゃあいただきます。いただきます。食べれる？おいしい。めっちゃみずみずしくておいしくない？どう？食べれる。イエーイ。めっちゃいいのは食べれる。去年はトウモロコシのハニーバンタムを育てて泡の目以外にかなり痛い目を合わされました。今年は泡のメイガの被害こそかなり減ったものの、やはり不十分で受粉の課題も見つかりました。この失敗を次につなげるべく、また新しい方法をどんどん試してですね、自分に合ったトウモロコシ栽培を目指していきたいと思います。近年地獄のような暑さが続いているので、体調管理はしっかりしてこまめな水分と塩分取っていきましょう。こんだけ暑いとトウモロコシもう一回作れそうです。